小町車両工場は、愛媛県松山市にある、伊予鉄道の車両基地、車両工場である。同社唯一の車両基地として、郊外、市内全線の車両の検査、整備を行っている。小町駅北側に隣接しており、高浜線及び城北線の線路を挟んで西側に、郊外線の工場及び留置線が、東側に、市内線の工場及び留置線が設けられている。 小町車両工場、小町車両工場1888年の旧、伊予鉄道の開業時には、松山駅に、機関車庫、客貨車庫が併設されていた。その後、道後鉄道、南伊予鉄道の合併後も、同所の車庫を増強することで対応していたが、1911年の車庫火災を経て、手狭になったことから当車庫が開設された。現在も松山市駅の西側には、 郊外電車の留置線があるが、車両の所属はすべて当たり車庫の所属となっている。電車92両、客車3両、来年機関車2両、電動化車1両の計98両が配置されている。53両が配置されている。44両が配置されている。車席は有志内が機械扱いとして、モーターカー及びアントが配置されている。他に側線に、 オリジナルの三31号に軸客車が留置されている。長らく留置線奥に300系、600系そしても、230が留置されていたが、300系と600系は3000系電車の導入に、先立ち2008年から2009年にかけて、順次解体された。もう230については2014年頃に、栃木県那須から須山市の中川清流鉄道保存会に引き取られて修復が、 進められている。ありがとうございます。